はい、コツの趣味部屋へようこそ。今回はね、まあちょっとね、もう見えてますが、まあ、こちらはですね、ショップですね。ショップのチラシ、はい、墓場の画廊ですね。墓場の画廊で購入したものを今回はご紹介したいと思います。はい、墓場の画廊のシール、はい、これが入ってましたね。まあ、墓場の画廊っていうのはね、中野ブロードウェイとかにね、入ってるんですよね。はい、こんな感じで中野ブロードウェイ最深部、はい、ここにはね何回か、現地に行ったことがあります。はい、であとはね、こちらのモストディープイン東京っていう場所ですね。場所ですねっていうか同じ場所ですね英語にしただけ、はい、つまり中野ブロードウェイにあるショップです。墓場の画廊、はい、そちらで購入してきたもの、それはですね、こちらババン、はい、もうこのマークで分かった人はね、うん、まあ2ですね。はい、はい、ここ悪魔召喚シール新女神転生っていうことでね、こちらシールなんですよ。うん、あの要はビックリマンシールと同じサイズかな。うん、そちらの悪魔シール、はい、それをね、今回これブラインドなんですよ。なので開封していきたいと思います。これがね高いんですよね。まあ、ここに書いてある通り税込み330円、1枚330円ってめちゃくちゃ高いよね、シールにしたらね。うん、ビックリマンシールでも150円ぐらいか今。だからね、これ結構高いんですけど、これ全何種だっけ、全12種だっけな、はい、あるんで、それをねコンプリートしたいがために、私20枚買いました20枚ってね、うん、もう完全にコンプ狙いいってますけれども、うん、これブラインドなんでね、何とも言えないね、はい、ということでね、まあ、とりあえずコンプリートできた時点でね、一応あとは未開封で取っておこうかなっていう感じで今回は開封していきたいと思います。ではね、とりあえず最初の1枚からめくっていきましょう。はい、ではね、入っていた順、上からいきますか。上から、はい、こっからですね、ペリペリっとめくっていきましょう。では1枚目いきます、まあ、どっち側で入ってるか分かんないな、裏か表か、はい、せーの、あ、裏ですね。あ、メタトロン、ダン、あ、めっちゃキラキラしてる。いや、すげえよくできてる、これ。わ、かっこいいね、メタトロン、大天使メタトロン、これよくできてるわ。はい、裏書きもちゃんとあるっていうね。悪魔召喚シール、いや、これは、あ、これは高いねシールの出来がいい。はい、デザインもいいね、ちゃんとデフォルメしてあるんで、うん、かっこいいわ。はい、1枚目は大天使メタトロン。はい、では2枚目、はい、こっちかな、はい、ではいきます、2枚目、せーの、お、来ましたね、ジャックフロスト。あ、でもこれキラキラしてない、あれ、これヘッド的な位置かな、このメタトロンはね、ヘッド特有のプリズム仕様。あ、これがノーマル的な感じかね、ジャックフロスト、可愛いけどね。はい、妖精ジャックフロスト。いや、でもこれデザインいいよね、うん、可愛い。
なんだろう、ノーマルだけれど、うん、なんか印刷がね、なんかやけにキラキラテカテカしてるんですよね。なんか安っぽくないっていうかね、うん、むしろ高級感があるような素材のシール、はい、これはいい。はい、では3枚目、はい、いきます。3枚目、せーの、あっと、プリズム来た。うお、出た、魔王ベルゼブブ、魔王ベルゼブブ来たね。悪魔ヘッドシール的な感じ。おほほほほ、まがまがしい。はい、黒プリズムだね、うん、黒っていうよりなんか青、水色、うん、なんか角度によってなんか、うん、色が変わるような気がするおこれはいい、はい、魔王ベルゼブ、はい、では4枚目、はい、いきます。せーの、あ、これもキラキラしてんじゃん。お、マジンアリス、ちょっと待って、面白い顔してるアリスなんか面白い顔だね。マジンアリス、ピンクプリズムだね。うーわ、これすげえ。マジンアリス、うわ、いいね、綺麗なピンク。プリズムにね、色がついてんのはいいね、うん、豪華。はい、では5枚目、はい、いきます。せーの、あれ、今度逆じゃん。あれ、空風林、あ、空風林はノーマル的なシール、現場空風林。空風林はね、あのゲームのキャラとしてはね、好きですね、強いですね、空風林。はい、空風林、はい、では7枚目、じゃない、6枚目、せーの、あ、キシントール、はい、キシントール、トールはノーマルなんだね。悪魔としてはかなり強いキャラなんですが、キシントール、はい、では7枚目、はい、いきます。せーの、大僧侶、魔人大僧侶、これもラインナップされてんだね、魔人大僧侶。ノーマルシールですね。はい、では8枚目、はい、いきます。せーの、お、ピクシー、ピクシーはね、だいたい女神転生で一番最初になる仲間ですよね、ピクシー、あの序盤で学ん、最初に仲間になるキャラで、いや、強くはないんですけれどね、まあ、ただレベルがね99とかになるとね、メギドラゴンとか使うんでね、まあ、強いっちゃ強いのか、キラですヘッドシール化してますね、妖精ピクシー。色的には青っぽいような、紫っぽいような、水色っぽいような、うん、変わった色。はい、では9枚目、はい、
きます。せーの、お、ギリメカラ、これもラインナップされてんだ。邪神ギリメカラ、ノーマルですけどね。はい、では10枚目、はい、はい、いきます。10枚目、せーの、お、モスマン、妖獣モスマン、うん、ノーマルです。妖獣モスマン、はい、では11枚目、はい、いきます。せーの、お、デカラビア、打天使デカラビア、ノーマル、12枚目。はい、ここに来て皆さんリーチです。あれ、ダブリ出ないね。っていうことは逆に12枚買ったら12種揃えてくれんのかね。うん、自分ランダムだと思ったからね、うん、多めに買ったんですけれども、まあ、12種で買ったら12種で送ってくれるのかもしれないですね。うん、良心的な設計の可能性がある。これでダブらなければね。はい、では12枚目来るか。ストレートコンプ、せーの、あ、来ましたね。裏になってたかわかんねえけど、はい、魔獣ケルベロス、おー、ストレートコンプ、魔獣ケルベロス、まあ、ケルベロスはねシリーズ通してね、もう結構序盤の方でね仲間になってくれる強キャラなんですよね。うん、こう魔獣ケルベルス、これで12種なんだね。はい、一応検証的な感じで13枚目がまたメタトロンだったら多分こうループしてる感じだよね、多分ね。うん、ちょっと一個だけめくってみます。ではこれがメタトロンかどうか、せーの、あれ、電電池が電電池が、あ、ギリ目から、あ、まあ多分こっからはランダムなのか、まあ、別の12種としてスタートするのかわかんないですけどね。はい、ダブりましたね。という感じで、うん、まあ、結局12種買えば普通にコンプで送ってくれる可能性があるね。うん、ストレートでいけたんでね。ただ運がいいのか悪いのかは分かりませんけれども、はい、といった感じでね、やっぱね、こうビックリマンシール好きとしてはね、こういうなんかビックリマンシールと同じ感じのシールってなんか集めたくなるんだよね。コレクション性にやられるっていうかね、特にね、こういうデザインがいいやつはね、本当コレクションのしがいがありますよね。はい、まあ現在も売ってるのかな、うん、まあ多分売ってると思うね。まあネット通販で私が買いましたんでね、皆さんもぜひ興味があればね、墓場の画廊を覗いてみてはいかがでしょうか。まあ一応ね、ヘッド的にはメタトロン、ベルゼブブ、アリス、ピクシー、この4体がヘッドシールでプリズムでしたね。はい、ということで今回の動画は以上になります。チャンネル登録していない方はね、この機会にぜひチャンネル登録よろしくお願いします。では今日はこの辺で、ご視聴どうもありがとうございました。